ブライアンイドーは、ロシアサンクトペテルブルク出身のサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ FC ローコモティフモスクワ所属。ナイジェリア代表。ポジションはディフェンダー。ロシアのサンクトペテルブルクで、ナイジェリア人の父親とロシア系ナイジェリア人の母親の間に生まれた。幼い頃に、ナイジェリアのエリに移ったが、その後ロシアに戻った。FC アムカルペルミニ加入し、 2012年5月6日、FC テレクグロズヌイ戦で、ロシアサッカープレミアリーグ初出場を果たした。2013から14シーズンは、FK ディナモサンクトペテルブルクにレンタル移籍し、2014年6月30日、アムカルペルミと新たに3年契約を結んだ。2017年2月、2020年夏までの契約を延長した。2017年、 アルゼンチン代表との親善試合でのイグ2017年11月14日、クラスのダールでのアルゼンチン代表との親善試合で初招集されると、その試合によら、アイナと交代で途中出場し、代表デビューした。さらに、同じ試合で代表初得点を記録した。2018年5月、2018FIFA ワールドカップに出場するナイジェリア代表に選出された。父親は、 ナイジェリア人、母親はナイジェリアとロシアのハーフである。ロシアのサンクトペテルブルク生まれで3歳から6歳まではナイジェリアの大襟で暮らしていた。ロシア語は話すことができ、2017年11月のクラスのダールでの試合前記者会見ではナイジェリア代表の一時的な通訳を務めた。代表での得点、ありがとうございます。